赤筋山亀は、爬虫甲亀もクイシガメかアメリカ山亀族に分類される亀。エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ最大高潮2 1 4トル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大高潮1 8トル。左右の喉甲板の間には、切れ込みが入らないか、ごく浅い切れ込みが入る。 左右の交換板の間には広くやや深い切れ込みが入る。復興には小中線上に暗色の筋模様が入るが、老齢個体では不明瞭になることもある。頭部は中型。粉炭はやや突出し、上顎の先端は浅くへこむ。全種背面は大型鱗で覆われる。指跡の間には水かきが発達しない。頭部の色彩は褐色や黄色。 暗褐色、黄緑色。頭部背面には赤や大々の筋模様や斑点が入り、和名や英名の由来になっている。種小名プルケリマは美しいのいで全身の色彩に由来する。卵は長径3.7から 5.2cm、短径2.4から 3.2cm。孵化直後の幼体は、高頂3.5から 5cm。容体は、 公部園甲板の外縁がややのこぎり状に尖るが、成長に伴い不明瞭になる。各 DNA とミトコンドリア DNA の分子系統学的解析から、アメリカヤマガメ族内では、年輪ヤマガメと単系統群を構成すると推定されている。アッシュコスタリカ赤筋ヤマガメのアッシュ商名マンには、ウィリアム・エムマンへの、アッシュバーバー赤筋ヤマガメのアッシュ商名ロジャーバーブリーは、 ロジャー W ・バーバーへの懸命。サバナ気候の低地から低山地にかけての低木林、湿生林に生息するが、それらが開発された環境でも下半林や四所水林があれば生息することもある。陸生だが、特に寒気には、河川や水溜りなどの浅い水場に入ることもある。雨季や、降雨後に活発に活動し、寒気になると、水場周辺の森林へ移動するか、 地中や穴の中に潜る。食生は植物食傾向の強い雑食と考えられており、飼育下では野菜、果実、昆虫、ミミズなどを食べる。繁殖形態は卵生。アシュ、グアテマラアカスジヤマガメは飼育下で1回に3から5個の卵を年に最大4回産んだ例がある。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。 属中でも最も輸入された種とされ、1960年代から、主にアシュ、グアテマラアカスジヤマガメと、アシュ、コスタリカアカスジヤマガメが流通する。アシュ、コスタリカアカスジヤマガメは、コスタリカからは、野生動物の輸出が厳しく制限されており、ニカラグアからの輸出量も減少している。元アシュやアシュバーバーアカスジヤマガメの流通は稀ありがとうございます。